はい、東京 YouTube 整体の平野です。今日ですね、本当に偶然に、2人の方から同じ話を、していただきました。喉に、何かいるんだよね、喉に何か住んでるみたいな言い方を、された。本当に、男性と女性別々だったんですけども、そういう言い方をされました。本当に何かここにつっかえてる感じが常にあると。この、現象はですね、結構本当に多くの方ね、ってやる人もね、私も結構、そういうのをこう長く、そういう、やってきた、昔やってたような思いがあるんですけども、この、一つの原因と、大きな原因としてですね、腕の緊張、これが、喉にすごくこうグワッて入ってきて、喉を緊張で締め付けている状態、これはここにも自律神経節があるし、当然、ここを通って脳に酸素を送っている、そして脳の、老廃物を、戻す、ここが緊張しているというのは本当にさまざまな問題に、直結していくと考えています。2人の方から偶然ね、喉に何かいるという話を聞いたんで、もう一度ね、この点をですね、こう説明させていただいて、腕の緊張から取った方がいいよ、いきなり首をね、こう緩めるんではなくて、手の、緊張から取った方がいいですよという話をね、してみようかなって思いました。愛知県蒲郡市というところでやってますけどもね、東京、大阪もですね、出張してやっております。よろしくお願いいたします。